私のコメディ一押しはこの映画です。黒人の家族に拾われた白人の男の子が、僕はいつになったら黒人になれるんだろうと思って育っていくコメディです。花嫁のパパで有名なスティーブ・マーティンの初期の作品なんですけれども、とにかくもう幸せになれる笑いが待ってますんで、ぜひ見てください。